サッカー部主将佐々木桂太です。那須さんと一緒にプレーしてみて、声の部分でチームを動かしたり仲間を動かしたりして、チームの中心となってプレーしているところは、非常に勉強になりました。他にもミスしてもどんどんチャレンジするところだったりっていうのは自分自身も参考にしていきたいなと思いました。サッカー部4回生の泉豊です。那須さんとプレーしてみて、ここから、見てる人だったので、現役に対しても変わってないなというか、声出しのところだったりそういうすごいところ声出すとか、学ぶ部分が多かったなと思います。今日も意欲的にというか、このチームが勝つためにっていうところで、選手一人一人がもう本当に意欲的に頑張ってたと思うんですけど、でも、やっぱりみんなには目的があって目標があって、それが J カテゴリーに行く選手もいれば普通に就職してサッカーを外れる選手もいると思うんですけど、それでも目的とか目標があるわけであって、みんなそのやってる本質というか、その当たり前のようにこの環境でやれてるわけではなくて、本当にたくさんの人が関わって、そういう初歩的っていうか、原点になることなんですけど、そういう一番大切な部分を忘れないでやってほしいなと思ってます。僕もプロでやらせてもらったのはサポーターがいて、スポンサーだったりたくさんの人たちの支援があって、表現をできてたので、みんなもね、サッカーだけじゃなくてスポーツ関わるみんな全ての人が言えることだと思うんですけど、これ表現できることに感謝を感じつつ、しっかりと、目標に向かって精一杯頑張ってほしいと思います。僕のモットーでピンチはチャンスなんで、みんなピンチと思ったらチャンスと思って、それこそ成長の時なんで頑張ってください。ありがとうございました。